10月21日この日は、南部屋ロバタ盛岡市上太田店に行きました。南部屋ロバタのまず特徴となれば、頻繁に更新される季節を彩る限定麺が非常に魅力的でございます。そして10月から鶏そばが醤油そばにリニューアルされました。本日は非常に悩ましいところですが、リニューアルされた醤油そばを食べに行きたいと思います。お店の場所が非常にいいですね。周りには田園風景が広がっております。はい、南部屋ロバタ盛岡市上太田店でございます。この日は10時40分には到着しまして、一番乗りで、ございました。はい、それで営業時間土日祝日こちらは10時から20時通しではなく、中休みがあります。はい、今回の限定麺はこちらの2種類であります。煮干しそば醤油そば限定麺こちらは無花調であります。そして自家製麺で、あります。はい、それでは醤油そばでございます。非常に洗練された美しい、ビジュアルでございます。具は別皿提供で、麺とスープはかけスタイルでの提供であります。それで、スープは無花調鴨豚鶏水のスープで、動物系 100% スープをパイウォーターで引いております。それに合わせる醤油だれは生醤油中心の醤油だれ、つまり動物系 100% だしに、醤油だれという引き算の一杯であります。上に浮いている油はこちらは鴨の油でありますかね。まあ、私の想像の範疇での話でございます。それで具は、低温調理の豚ロース肉チャーシュー、ほうれん草のおひたし、巨大な穂先メンマ、豚バラ肉の煮豚でございます。そして丼はいずれ有田焼に変わるようでありますが、今のところこの切り立ち丼での提供であります。保温性に優れた丼であります。鏡のように透き通った濃い琥珀色のスープ、極めて綺麗な麺線の盛り付けであります。はい、それでは熱々のスープをいただいてみたいと思います。油はおそらく鴨の油だと思われます。そして、動物系の出汁をした際に、醤油感が抜群の飲み口であります。豚がどっしりとした支えをし、鶏が鴨の旨味をサポート、そこに独特の酸味を感じる醤油だれの返し、そして鴨油と思われる華やかな飲み口、そして、酸味を感じる独特の醤油だれ、がコク深いです。自家製麺でありますが、足があり極めてしなやかでございます。麺を持ち上げたスープと麺の位置の景観もバッチリであります。麺に長さがあり、足がありすすり心地が非常にしなやかでございます。麺とスープの組み合わせバッチリ、持ち上げが非常に良い麺ですね。スープを持ち上げてくれる麺です。スープの吸水力の良い麺、麺とスープの組み合わせがバッチリでございます。麺とスープに高い一体感を感じますね。この旨味香りを抜群に感じる製麺の仕方、小麦粉、小麦粉は新麦仕様とのことでしたので、茨城県産強力粉夢香り、埼玉県産紅茜を使用だと思われます。
で、おそらく、切りは20番手断面平打ち、加水率は 38% ほどだと思います。おそらく乾水の割合は低めだと思われます。つまり小麦粉の香り、新麦の香りを存分に味わえる製麺の仕方、スープを吸水してくれる長さのあるしなやかなすすり心地、滑らかな舌触り、溶け落ちるような食感、その食感の後に体に溶け消えていく麺とスープの喉を通る感じでございます。それでは、巨大な穂先麺までございます。ロバタは具一つ一つにも隙がありません。穂先メンマを一口でいただきますと、シャキ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 とした食感で、味付けは薄め、つまり素材の旨味を生かしきった味付け、タケノコの旨味すら感じますね。はい、それではスープが全体に馴染むようにと、油と出汁が全体に馴染むようにと、ちょっと混ぜ合わせていただいてみたいと思います。この辺りから鴨の油と思われる油がだんだん引いていき、鴨、豚、鶏、の出汁に、醤油だれの感じが強くなっていきます。つまり新麦豊かな香り、その香りに、鴨、豚、鶏のすすり心地でございます。はい、それでは豚バラ肉の煮豚でございます。めっちゃ美味しそうです。そして豚バラ肉をスープに浸すことによって、豚バラの旨味がスープに溶け込んでいく感じであります。一口でいける柔らかさです。柔らかく煮込まれ、ほろほろと溶ける、溶け落ちる柔らかさと絶妙な味付け加減で、ございます。絶品の豚バラ肉の煮豚であります。厚みがある、状態を柔らかく噛み締めることができます。麺とスープと具材が別皿提供ゆえに、中盤以降、つまり油が引いていく、このスープのすすり心地、麺のすすり心地の中でも、動物系の、つまり豚バラ肉チャーシュー、豚バラの煮豚の、この油の感じもスープに足されていくので、かけスタイルゆえのこの味変化を楽しむことができますね。かけスタイルゆえ、初動は麺とスープだけ、そこに、徐々にですね、スープに具を足していくことにより、徐々に微妙に味変化していく、麺とスープの組み合わせでございます。はい、それではほうれん草のお浸しでございます。こちらは一茎と言いますか、一束と言いますか、結構肉厚で、食べ応えがあるほうれん草のひたしでございます。味付けは塩ゆでのみの感じで、ほうれん草の、緑々しい旨味風味が広がる、絶妙なパーツですね。一杯を引き立てております。極めてしなやかな麺ですね。中盤以降も伸びません。つまりですね、最初からこの水分をきちんと含んだ麺なので伸びません。はい、それでは大ぶりの豚ロース肉低温調理チャーシューでございます。
脂肪の差しも混じっております。豚ロース肉、低温調理チャーシューは見た目には肩ロース肉に近い赤身の強いものですね。豚ロースの素材の旨味を生かした、旨味と醤油メインのタレが口の中で極めて融合、淡白な味付けながら肉の旨味が広がる、そして味付けが過剰ではない、この一杯を邪魔していない、絶品の低温調理豚ロース肉チャーシューでございます。でそして低温調理ですので極めて、柔らかく口の中に肉の旨味が広がりまくりまクリスティです。鶏 100% 出汁の鶏そばから、鴨豚鶏、の融合に、水だけの、醤油そばにリニューアルされた、10月からリニューアルされた、醤油そば、非常に極めて美味しくいただきました。鶏 100% の鶏そばも美味しかったですが、鴨豚鶏の醤油そばも非常に美味しいです。そして、何よりも感じたのが、麺の感じが変わりましたね。おそらく加水をちょっと上げたと思います。で茹で時間がジャストで、しなやかで足のある麺に、変わっておりました。そのしなやかで足のある麺が麺とスープの高い一体感を醸し出してくれ、示し、そして、レベルの高い具材群が別皿で提供され、このかけスタイルの麺とスープに集中できるかけスタイルの一杯に徐々に徐々にこう味変化を具材により生んでいき、最後まで、楽しめる、醤油そばであります。この酸味の効いた独特の醤油ダレの返しも面白いですね。どうなんですかね、おそらくフルーツとか醤油ダレにブレンドされてるんですかね。お酢の感じ、鬼醤油にお酢の感じの組み合わせが、極めて面白い、醤油そば、動物系 100% と水だけの醤油そばでありました。今まで、レギュラーメニューでございました、鶏 100% 出汁に、醤油ダレの鶏そば、無花鳥鶏そばから、鴨豚鶏、の動物系 100% 出汁に、醤油ダレ、に、リニューアルされた醤油そば、極めて美味しくいただきました。ごちそうさまでした。ご視聴いただきありがとうございます。これからも美味しいラーメン、麺料理をお届けできればと思いますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。